さて始まりましたピーチキャッスルのトゥナイト5のお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで本日1時間お送りするのはピーチキャッスル前代のショート、ピーチキャッスルの色白担当でございますトーバルです。はい、モモモモ、はい、よろしくお願いします。本日の初モモモモが決まりましたけれども、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ということで僕のイヤホンがすごくなんかザザ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 ザとなってるんですけど大丈夫ですかね。全く聞こえてない状態ですけど、まあ多分大丈夫でしょう。さあじゃあということで、はい、このトゥナイト5という番組は、はい、吉本沖縄の若手芸人5組が金曜、はい、月曜日から金曜の、23時から1時間楽しくお送りする番組です、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、メールアドレスが761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いいたします。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しております。はい、FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。お願いします。で本日もツイキャスで配信してますので、はい、ツイッターの方にもどしどしコメントお願いいたします。お願いします。はい、でですね、今週の応募しないとのお題なんですけれども、はい、タクシー川柳ということで、タクシー川柳、はい、タクシーにまつわる、まあ川柳ですね。タクシーか、タクシーってもうスナック行くときにしか乗らんからな。いや言うなや言うなや。いや何に一応、いや居酒屋終わりで、まあ、スナック行くかってよく使うけれども、うん、だって一応しかも使うときって大体あれだろ、お前たちの方が多いやんに、よくスナック行くし。いやそんなんバラさんくて言うやん、バラすな、うん、いや最近はもうタクシーとかも使ってない。よく手の甲に、うん、入れ墨が入ってる女の子がいっぱい。やめれお前、語弊を生む。それはそれはダメダメ、言っちゃダメ。あれあれ、それはちょっと若気の至りっていうもんだから。あ、そっかそっか。ちょっと中学の頃とかにちょっとチクチクってやったあれだから。いやお前オープニングから何ちゅうかあのワードを引き出してるから。いやいや俺ね、なんかねこのスナックとか行ってね、沖縄のスナック、はい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 、女の子と飲むでしょ。まあ飲みますよ。その女の子がね、うん、このなんていうのかな、清掃的な感じで、まあドレスとかってね、真面目な感じに見えたりとかする子もいるわけよ。あ、いるいるいる。真面目っていうわけではな、まあ真面目っていうかね、女の子喋って、うん、なんか普通になんかチャラチャラ、まあ一応ねスナックで働いてる子ですから、うん、まあまあまあ着飾らないと、やっぱりこのなんていうのかな、チャラチャラしてるってわけじゃないけど、うん、なんていうのかな、やっぱこのフランクな子が多いじゃないですか。あフランクな子がね。なるほど。だからこのちょっとなんかあれ、髪も真っ黒だし、あ、はい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 、ちょっと真面目な感じだなみたいな。あ、ちょっと清楚な、ナチュラル的な感じ。化粧もあんまりしてないし、はいはいはい、みたいなね、おうおう感じの子と喋ってて、うん、おーと思って、うん、手の甲を見たら、うん、万字のあれが入ってるみたいな。まあな、まあな。あ、すいません、グラス空いてるんで何飲みますか。ああ、じゃあ沖縄だからやっぱりね、はい、あー青森。あ、わかりました。水割りでちょっと残飯の白黒ありますけど、どちらがいいですか。じゃあ白だね。あ、わかりました、じゃあ失礼いたします。まんじのライあるやしや。まんじって言わないでってなるかな。いやでは。このグラスを取るときにこうまんじがギラリと見えるときまで、小さい星マークとか。うん、おい見てるな、いろんなところ。いや見るよお前、そりゃ見るだろ。見るな、うん、意味もなくなんかな、日本のラインとかもあるよな。なんであれ、あれ 100% で入ってん、スナックの女の子。いやいや、それ決めてしまったらダメだけど、 100% ではないと思う。まあ大体の確率で1シートに4名の女の子がついたとしたら、うん、2人ぐらいは入ってる。いや3名いってるだろ。3名、いやそれはもう時と場合によるだろ。俺入ってない子見たことないんだけど。いやいや、いるっているって、入ってない子もいるって。マジで？いるいるいる。じゃあお前のところだけにそうやってなんか若気の至りの女の子たちがいっぱい集まってくれんに。マジでな。いやラジオでは伝わらない顔をすんな。やばいけどマジでいるの、いる、嘘。まあまあ、まあ、まあということで、まあタクシー川柳と、はい、はい、なっておりますのでよろしくお願いいたします。タクシー川柳ですコーナーですね。はい、そうですね。はい、どしどし送ってきてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、もう3月入って一発目のラジオですか僕たち。違いますよね。え、違うでしょ。ああ、先週もやりましたね。先週やりました。ああ、3月ということで。ああ、ただもう来週のこの時間にはもうあれですからね。んこの時間っていうか来週のこの日にはもうこけら落としですよ。ああ、そっか。うん、はい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 、今日が5日ですよね。5日です。5日。いやいや、だから3月一発目やし。ああ、そうですか。ああ、そう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 ですよね。あ、そうだね。
そうですよ、そうですよ。でね、3月12日にね、はい、吉本沖縄花月がこけら落としということで、はい、オープンということで、はい、もう劇場がオープンしますからね。ちょっとずつ出来上がってきてるよね。中でね、僕たち毎日毎日っていうぐらい稽古してるんですよ。稽古ですよ、稽古。地獄です、地獄。もうびっくりしてますよ。だってまあピーチキャスルもね、あの2人でずっとやってるんですけど、うん、僕カバンの中ね、うん、台本が 3.5 部あるんですよ。いやいやいや、これからどんどん増えるよ台本、マジで。俺ちょっとゾッとして本当に。おお、やばいよな。だってあの、うん、2人で要は出る、ポケットミュージカルだったりとか、うん、要は沖縄新喜劇、うん、で、あとおもろお化け屋敷、うん、お化け屋敷もね、あるんですよ。この時点で台本が3部あるからね。あー、やばい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 ですよ、これは。これを非常にやばいですよ。ピンからキリまで覚えるという、はい、これもしかもセリフが多いんですよね。そう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 、そりゃ2人の会話も減るよ。おのずと個人トレーニングしてるからね。時間さえあったら台本見てますから。そう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 、これは非常にもう大変なことになってますよ。だからこのラジオの時だけがね、本当に好きな話ができる時間ですよ。そうだな、非常に。これは楽しいですよね。楽しい、楽しい。毎回そうですけど。そう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 。ああ、でね、あのちょっと何川柳って聞いてきてる方がいますので、ちょっとあのタクシー川柳でございます。そうですね、タクシー川柳ですよ。はい、タクシーにまつわる575、はい、何でもよろしいですので、はい、もう今のうちからどんどん送っていただいても構いませんからね。タクシーにまつわる川柳だったら何でもありです。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、まあということで、多分今週のトゥナイト5なんですけれども、多分まあこの話で持ちきりだったんじゃないかなと思ってるんですけれども、お、何、あの3月1日の日曜日に、うんうん、大きいライブやったでしょ。ああ、ありましたね。そう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 、はい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 。だからそれ終わって、だから月曜日の 2,3,4 多分3月1日の大きいライブというと、そうそうそう、WBC、はい、吉本 WBC かける3期生のサゴテン団の天敗ただいま19面待ちというライブ、はい、ね、初めちょっとどうなるかなと思ったんですけれども、1期生と3期生のユニットの合同ライブ、はいはいはい、もうチケットの方が完璧なら完売で、うん、あー、これすごかったね。当日券ももう完売という状態で、もう満員御礼という、すごかったね。まあ、どのぐらい入ってるかってはちょっと言えないんですけれども、おっと、はいはい、まあもう全席埋まってるっていう、なるほど、勢いだったんで。全席埋まってる以上でしたけどね。まあまあそうですけど、そこはまああんま ね言えないんですけれども、あ、見に来てくれた方もいるんじゃないですかね、ラジオのリスナーで。でもお客さんもものすごくあったかかったでしょ。あったかかったね。そう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 。だからネタはまあまあ見たことあるネタ、まあやってるのもまあありましたけれども、その後半には1期生と3期生のこのシャッフルのユニットコントで、あ、だからあのな、あれなんだろ、ユニットでね、うん、まあまあもうバラシいいと思うんですけど、うん、このウリズン桜っていう僕たち同期のコンビがいまして、それのボケの王の中曽根、はいはい、中曽根くんというやつと、うん、3期生の後輩ね、うん、3期生のアリンクリンっていうコンビのツッコミのハーフのクリスっていうやつが2人で組んでユニットをやってたんじゃないですか、はい、あれの時に、うん、あれって言ってたさ、この女の子の名前出してたし、出してたね、うん、なんかコントでね、一部分なんかお前今日何々ちゃんも見に来てるんだろうみたいな、おーおーおー、言ってた言ってた言ってたみたいな感じで、うん、その何々ちゃんっていうくだりで5分ぐらい使ってたんじゃん、うん、5分ぐらい使ってた、まあ5分は言い過ぎ、3分ぐらい使ってたでしょ、うん、あれ来てたやし、多分ね、その名前出したお客さん会場に来てたと思うけどね、うんうんうん、大丈夫なのかよあれ。僕はその語が気になるけど、あまり触れない方がいいのかなって思ってるんだけど、一応めっちゃ気になるから明日一旦聞いとこうかなと思って。いやいや、なんか俺ちょっと楽屋で聞いたら、うん、あ、なんか付き合ってんのって聞いたら、うん、まあ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 、え、付き合ってるみたいな感じよみたいなこと言ってたんだけど、言ってたんだけど、言ってたんだけど、絶対嘘だぜ。いやいや、嘘だろ絶対に。絶対嘘。え、あれって別に付き合ってる付き合ってないとかの話ではなかったよね。いや、分からん分からん分からん。何その濁し方、やだ、デジイライラする、うん。まあ舞台では伸び伸びとやってたけど、リハーサルが死に受けたやつあった、2人の。おい、なになに、あんま見てんかったか。は、見てないな、ちゃんと。多分じゃあ別で、多分じゃあ他の3期生と一緒にネタ合わせしたんだ、うんうん、もうクリスがどのネタをやる、うん、どのボケをやるって、うん、要はピッチャーをちょっとなんかネイティブな発音が間違ってるとか、うん、なんかもうちょっとネイティブにピッチャーピッチャーとか言って、うん、で中曽根くんにこのネタを何何何やるっていうのを全く伝えてない状態。おお、でまあ、2人のユニットコントだけど、そうそうそう、クリスがずっと1人には、うん、ネタの内容を伝えてないと、伝えてなくて、うん、もう
ちょっとリハーサルがめちゃくちゃぐずってたわけ。おうおうおう。でちょっとあの僕たちの、ネタ見てくれてるキャンさんもなんか、いやいや何決めた方がいいんじゃないって、うん、なんか動きとか踊りとかどこでダンスするっていうのは、うん、ちゃんとしっかりした方がいいよって言って、うんうんうん、でクリスもあそうですね、あわかりました、じゃあ決めますってクリスは納得してるけど、うん、中曽根くんは全く知らされてないからわからんぞ、うんうんうん、そしたら中曽根くんがめっちゃブチ切れてから、うん、ちょっと待ってクリス、いい加減にしれお前の中では分かってるかもしれんけど、うん、俺何も伝わってないよ、うん、何をどうどういう動きをしればいいのいや本当に俺楽しめないんだけどって若干マジなトーンで言って、うん、クリスもあいつ若干アホやし、うんうん、ああそうですねそうですね、まあ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 、中曽根さんちょっと落ち着いてください、落ち着いてられるかボケって、中曽根くんちょっとなんかマジっぽいような喧嘩の言い合いになって、うん、で俺たちもなんか袖であれなんかちょっと険悪なムードになってる、うんってなって、まあじゃあ後から整理して、うん、じゃあその後見せてってねってキャンさんに言って、うんうんうん、はけた時に、うん、もう中曽根くんが、うん、クリス分かった全部教えて、うん、もう内容を、うん、とりあえずもうそこからもう一から作っていこうって言って、うん、で分かりましたで言って、その時の段階でも、うん、多分クリスはその好きな女の子の名前を言うっていうのは抜いてたわ、あマジで、そうそうそう抜いてたと思うわ、ガチのあれぶっ込みだったんだ、そうそうガチのぶっ込みだから、もう俺も袖で気になって見てたから、もう中曽根くんの焦りようが半端なかった、あいつね、うん、それ俺それは本番見てたから、うん、顔真っ白になってた、真っ白になっててその女の子の名前ボーン出した瞬間にお前って見てた、違う違う段取りが違うぞっていう、ただねそれ一言言わせてもらうとね、うん、俺クリスからちょっと相談受けてたのよ、ああなるほどね、俺にね、はい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 、トーバルさんと、うん、これ言っていいっすかねみたいな、あー言っていいですか東原さん、うん、大丈夫ですかね、言ってないんですけど、うん、いや迷わず行けと、おお行けば分かるさ、おもう俺も早速ね心が踊り出してねなるほど、絶対にこれは行った方がいいと、絶対に言えよと、俺ずっと後押ししてたし、うん、あの実際こうネタ合わせしてるのは遠くから見てたのよ、内容は聞こえてないけど、はいはいはい、俺ね中曽根くんとクリスが喋るたんびに、うん、俺いちいちクリスに聞きに行ったもん、言うんだよなあいつがビビって俺って言わないんじゃないかなっていうのを危惧してたわけ、だからずっと言うよなクリスって、うん、あもちろん言いますよよしその意気込みだぞ、でもめっちゃ言われてると、まためちゃ言われてる、でクリスもちょっと落ち込んでるんじゃないかなみたいな、でそしたら俺がちょっとちょこちょこちょこって後ろから声かけに行って、うん、クリス言うだろ、言いますよと、あいつどんだけ強気だ、そう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 、だから俺が言い続けた結果かもしれない、うん、もしかしたら、でいざ本番になってクリスと中曽根くんたちの出番になって、うん、まあちょっと尺本当だったら3分4分ぐらいで収めないといけないっていうところを、うん、全然その下りがものすごく長すぎて、うん、あーもう多分そろそろ落ちネタがだろ、そうそう、ネタが長くて落ちに向かうんだろうなっていう時間帯になっても、うんうん、全然進まんから、うん、あそうだお前の後ろで見てたんだ俺、うん、であれ落ちに行かんのかなっていうか、うん、でお前がボソボソっていやあの好きな人の名前のやつ多分クリスやるぜってな、うんうんうん、いやマジでな、いやいやだからお前こいつはそれでめっちゃ長かったんですよこのコント自体がね、そう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 、10分とか13分とかしたんじゃない、まあ普通一つのコントで俺たち大体5、6分ぐらいって決められてたんですよ、うん、でもう最後の最後でトリでもめちゃめちゃ長くやって、うん、もうやばい、もう公演自体も1時間押しぐらいになってるんですよ、そう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 、やばいと、これはもうやばいぞってなって、もうじゃあお前がずっと言ってたさ、うん、いやもう絶対やらん絶対やらんって言ってたけど俺も真実だっけよ、あの時絶対やってくれるはずだと、だからお前はなんかちょっとこいつも半切れだったんですよ、こいつ MC だったんですよね、僕たちで、こいつも、MC でいやいやもう時間ないからもういいよ、いかんだろさすがに、いやいっけ落ち行け早くみたいな、いやクリス落ちに行かんでいいと行けよと、2時間押しでも行けずっと思ってたわ俺本当に、でそのまあ俺ももう多分やる、もう多分ここまで来たら多分やるだろうなと思って思ってたんだけど、このクリスが見えるところの位置の方でスタッフさんがずっと鬼の巻きを出してた、あー出してたずっとやばい、いやもう巻いて、うん、本当に巻いてっていうのをやって、うんうんうん、クリスがいざこの好きな人の名前の出すフレーズを言った瞬間に、うん、そのスタッフさんが袖でこの鬼のような巻きを出してるのに、うん、クリスがあ今日好きな人来てるんですよね、わいわいって両手上げたからねマジでで俺それ見てうわっこう
わーと思ってまだ続くぞとまだ続くぞと、うん、だからどの指令の伝達で来て薪を出してるかが把握できてなかったから俺ちょっと怖かったわけ。あ、なるほどね。そうそうそう、一番のこの僕たちの先輩の作家さんが、うん、もう薪を出してるんだったらこれは大変なことだったこれ大変なことだったけど、もう別に仕方ないしゴーって出してたんだったらそれはいいかもしれんけど、うんうんうん、鬼の薪の次に両手を上げるという、もうこれお手ピーだよ、うん、お手上げピーポーの、お手上げピーポーそうそう、それお手ピーっていうの、お手ピーっていう造語よお前のお手ピーマジで。はあ、いやもうすごかったよな、はい、これ来てくれたのかなっていうかね、ちょっとこの、はい、このメッセージが来てるのでね、少しだけこのちょっと読みたいんですけど、このツイッターネーム、はい、ジョンさんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。WBC かけるサボテン団、はい、面白かったです。あ、ありがとうございます。飛び出せマーメイドが320名以上入ってたって言ってたよ、うん、って書いてますさあ僕たちは知りませんけど、ちょっとわかんないですね、そこは逐一じゃあ、いや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 、うん、まあ、飛び出せマーメイドがね、うん、言ってたっていうんだったら、まあもうそれはわかんないですけど、飛び出せマーメイドがね、うん、ちょっと最近見かけないなと思ったらこのことが原因だと思う。ちょっと待ってよお前さらに拍車をかけるなお前、そんなのは、そんなのは言っちゃダメだな。いや知りませんよねえ、めっちゃわかんないです。とりあえずチケット完売、320名も入ってた、入ってないよ、わかんないですけどね、怖い怖いはい、ということでじゃあちょっとね、はい、一曲いけますか、じゃあいきますか、じゃあはい、じゃあ、そのユニットで使われてたものすごく面白い曲を流したいと思います、はい、ユニットっていうかこのそのユニットのクリスと中曽根のユニットのコンビで使われていた盛り上がる一曲ですね、はい、お聴きください。ボニー M でゴッタゴーホーム。これこれこれ、デイジ思い出すやつだこれ。これよこれよ、クリスしか思い出さん、うん、俺最近の曲かなと思ってこれ70年代80年代っていうことだ。あ、そうだそうだ、ずっとずっとクリスがこれでずっとこれアメリカの格好してずっとこれずっとこうやって踊ってるんですよ、テーブル巻いたりとかしたらデージムカつくわよ顔がコロコロがいいコロやるときにアイストップよこれカメラってこっちに置けないんですか、線が伸びないんじゃないか、あ、線が伸びないのかも、あ、伸びる伸びる、伸びるかな、ほら、あ、レンズの共有範囲に入ってないのか、無理だ、横がどうなんですかね、横顔よりかはやっぱりこう正面がいいのかな、それでもめっちゃ怒られたんじゃないの、巻き出てたのにさ、いやそれがですね、このやっぱ芸人というかこのお笑いの業界ですから、受けたら勝ちなんですよ、滑ってたらやばいことになってたと思うんですけど、これ何でもそうなんですよ、遅刻もそうなんですけど、遅刻もなんか面白ければ OK になるみたいな話が基本ダメですけどね、基本ダメですよでこれあいつのあいつパシェロミンノってるやし、うん、これ CD このボニー M の CD を多分ガンずっと入れてるから、うん、もうひたすら流れてたあいつの車の中で、マジョさんこれわかります、これ聞いてください、ベレ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 なんかコントでやったやつだろ、そうなんですよ、ふぅー大将さん、ふぅーあーもういい、もういい、そういうのいい車で乗ってた時の話、そうそうそう、あー Home, home, gotta go home、あれお化け屋敷っていつからやるんだっけ、12日です、あ、明日だ、はい、もうちょうど1週間後ですよ、毎日やんの、毎日です、マジ、じゃあみんな交代交代でお化けのやつやるの、はい、うわうわ、キャストが全員芸人という、
あ、今ね、はい、ツイッター見てたらね、はい、ちょっと僕の先輩がね、うん、先輩の作家さんがね、うん、ちょっとここら辺にいるみたいなんですよ。高専、うん、ちょっとお腹空いてるからラジオ終わったらご飯連れてってくださいって言ってみようかな。行ってみて。お腹空いてまーす。ご飯食べるお金もないよ。ないな。なんでこんなお金がないのか。知るかおい。ちょマジ考えるときがあるさ。なんでかな。氷の方がいい。氷の時の方が。氷の時の方が持ってたや。氷の時の方が。わかるやしさ。高2高3ぐらいの時の方が金持ってたような気がするしさ。で買い食いとかもしてたし。買い食い。タクシーとかも。久しぶりに聞いた買い食いって。タクシーとかも乗ってたし。買い食い。買い食いって全国共通か。いやじゃないか。分からんけど。そうだな。いや分かんないっすよ。いや分からないっすよこういうのって。って言わないのかな。買い食い。だって僕むちゃむちゃするっていうのも全国共通と思ってました。買い食い。買い食いってなんか聞かなくない。ドラマとかでも道食ってしか聞いたことないやつ。使わない。買い食い。どうなんですかね。ツイキャス見てる人にちょっと問いかけても。買い食いって全国共通ですかね。皆さんちょっと教えてください。わかるかな。学校はいい。はあ、ペペンペペペペンペレレンペペペペンペレレレンペンペンペレレンペレレレンペン。なんか鶏もも肉の差し入れとかないのかな。は？いやなんかね、このバレンタインとか。5秒前。ちょっと5秒前に発言するから。さて引き続きピーチキャッスルのトゥナイト5をお送りしたいと思います。お願いします。ということで、はい、はい、あなた CM 明け5秒前に言うセリフではないことを言ってましたけども、あ、いや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 、あのね、ちょっと、はい、気になったんですけど、はいはい、急にですよ思ったんだけど、はい、バレンタインってあったでしょ。ありましたね、2月。チョコレートとかね、まあ、ギリチョコの差し入れとかありがたく、はいはいはい、いただきましたけれども、クッキーだったりとか、思うんですけどチョコとかもらえるでしょ、はい、なんか差し入れでなんか栄養ドリンクとかもらえるんだけど、ああ、ありがたいですよ。俺なんか鶏もも肉が欲しいなと思ってね。え、なんで？国産のね、国産の鶏もも肉。しかもちょっと贅沢してるし。違う違う、贅沢っていうか、もう死にチキンが好きだば。で、あ、部位は鶏ももの。鶏もも肉がうまい。あ、肉が。鶏胸肉はちょっと硬いな。俺は。俺その違いをちょっと食べ比べたい。もも肉の方が好きだね。あ、マジで？食べ比べたことがないからちょっとよくわからない。やばいだろお前、もも肉と胸肉わからんわけ。いや、二つ並べてこれ胸です、これももですって言って食べたら多分わかると思うよ。でもどれが胸でどれが桃っていうのは多分分からんと思う。じゃあ 100% 分かるから。あの普通の唐揚げとかは何？桃肉。あ、桃肉、うん、胸肉はじゃあ何に使われてんの？胸肉はね、何だろうな、あんまり食べない。あんま食わんと思うけどや。じゃあのバンバンジーとかに入ってるのは胸肉っぽいか、ささみ。あー、なるほどね。かささみ、あれはちょっとパサパサしてる。はい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 。で、唐揚げとかに使われるジューシーなやつはもも肉だ。もも肉だ、うんうん、あー、なるほど、うん、じゃあ若干分かりそうだね。そうだからね、あの県産のね、うん、県産っていうかこの欲しいね、もも肉的な。俺チキンしに食うからよ。そっとお前のなんていうの、食材受け付けてますっていう告知が入ったっていう。うん、これはね、あ、これはね、うん、なるほど。か、うん、ホワイトベルグの一貫ケース。ホワイトビールな、うん、あのプジョー、プジョーみたいな感じのマグネット。そう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 。ホワイトベルグっていうビールがあるんだよ。で、お前ら最近あればっかり飲んでない？なんでなの？ホワイトベルグだろ。おう、ホワイトベルグ死にうまいからね。だからなんかあの、じゃあ俺ね、マジでこれホワイトベルグ、しかも安いよ、今日105円くらいなんですよ。ビールっていうかね、なんだ、発泡酒、白ビールみたいな感じなんですけど、うん、あのね、俺余裕でスーパードライとか、
おいやあれよ普通の本場のプレミアムとかのビールモルツとかより余裕で、うん、ベルグの方がうまい、ホワイトベルグ知らない人多いと思うわけよ俺だから俺ただ僕ね芸人3人で住んでるでしょルームシェアしてはいはい、はいピーチキャッスルトーバル私、はい、ガジラ寺崎、はい飛び出せマーメイド岩田3人で住んですけど、はいはい、この3人ベルグしか飲まんからいやだからなんかもう、うん、3人で鍋やってますとかの、うん、なんか写真とかフェイスブックとか見てもお前ら普通に片手にベルグ持っていえ余裕でスーパードライよりうまいんだったら安いし、うん、余裕でベルグ飲むからあ100円でまあそれは安いな。じゃあそれどこに売ってるか俺見たことないんだけど。コーラより安いんだよ。いやいやまあまあ確かに。コーラよりかは安いけど。やばいぜ。いやねどこで売ってあどこでも売ってるもんなの。でもねあんまコンビニとかにはあんま売ってない。そうそうスーパーとかでもなかなかユニオン金秀とかある？いやあるあるホワイトベルグホワイトベルグ。うん。緑色のカンカなんだけどめちゃめちゃうまいからね。そうなの。飲みやすい。じゃあ今度ちょっと買って。女子とか死に大好きだと思うよ白ビール。白ビールなのよ。え、白ビールって何普通はなんか黄色とかしてるけど、うん、いや色とかはね別にそんな変わらないけど一応白ビールって言われてる、うん、ホワイトベルグめちゃめちゃうまいんだこれがじゃあ俺もぜひともじゃあ今日帰りちょっと買って少し飲んでみようかなということでちょっとですね、はい、Twitter のメッセージちょっと読んでいきたいと思いますはいお願いします、ちょっと結構来てますねありがとうございます、はい、ありがとうございます Twitter ネーム沖縄モンチッチさんですねありがとうございます、はい、ありがとうございますこんばんちゃちゃ、Twitter ネームみすず石峰さんですねありがとうございますありがとうございますこんばんはわんわーということで、沖縄モンチッチさんと小原さん風邪治りましたということでもうちょいですねそうですね2人とも今日は髪が濃ゆい東原さんと沖縄モンチッチさんが濃ゆいおー張り切る今日は濃ゆいありがとうございますということでツイッターネームリーママさんですねありがとうございますはいありがとうございますももももーということでもも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 ありがとうございますツイッターネームちーさんありがとうございますこんばんはこんばんはこんばんはということでありがとうございますね、ツイッターネームジョンさんですねありがとうございますジョンさんひーなーこーって言ってますねこれは先ほどのコントの話の中ですかね、はい、これはあんまり触れられないよこれはどうするかもう若干名前言いましたけどもですよ、ツイッターネーム、はい、あやパスさんですねありがとうございます、はい、ありがとうございますこんばんはということでこんばんはありがとうございます、いろいろ来てますそして、ツイッターネームリーママさんですねありがとうございます、はい、お笑い番長で初めてピーチキャッスルさんのネタ見ました面白かったですよと本当ですかありがとうございますあんま受けなかったような気するんだけどなやめれや自分で自分たちのことそうやって言うなツイッターでも沖縄もちちさんですねありがとうございます、はい、ありがとうございますはいごめんねイベント帰りだったら差し入れ持って行ったのにといやいやいいですよ今の時間帯だと多分胸肉売ってるところはほとんど閉まってると思いますねもも肉ってあ もも肉いや、ツイッターネーム、はい、リーママさんですね。ありがとうございます、はい。むちゃむちゃが沖縄だけってのにびっくりしましたと。お、知らなかったんだ。あ、むちゃむちゃ沖縄だけですよ。言うらしいですよ。ベトベトするって言うんですかね。泣いちゃうから聞いたからね。ではこれ、ツイッターネーム、あやパスさんですね。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。鶏肉美味しいですよね。私も鶏肉好きですと。そうなんですよ。うん。そう。大好きで。ツイッターネーム、チーさんですね。ありがとうございます。鶏胸肉は塩麹につけて焼くと柔らかく食べられるよと。え？塩麹が何？ああ、ただね、塩麹が高いんだよ。あのなんかふかしてるやつか、塩発酵させてるじゃないかな。いやあれ高いだろ。うん。一番のやばいのはね、うん、鶏もも肉の、うん、桜姫っていう宮崎県産の鶏もも肉があるんだけど。地鶏？そう。それをね。このちっちゃく切っていって、はいはいはい、この土鍋に入れてね、もう5、6時間煮込む場合5、6時間、うん、ずっと5、6時間昆布だしと鰹だしの薄口のやつでもうずっとひたすら煮込むそしたらね、もう多分ね、多分よ俺の嘘だけど10時間ぐらい超えたら真っ白になると思うわけよあ、パイタン的なそうその中にさらに鶏もも肉を新しく入れて食べるとこのバケモンぐらいのうまさがいやいやお前5、6時間調理するって多分お前いきなり黄金伝説ぐらいの勢いと思うよ、やる可能性あるよ俺黄金ですとかオファーとかあるからねじゃあずっと多分2人で山の中で多分鶏取りから始まりたそういうことです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 屠殺しますから屠殺、うんツイッターネームリーママさんですねありがとうございます、ありがとうございます初めて聞いたビールの名前飲んでみようとそうめちゃめちゃうまいんですよマジでわぜひぜひ試してください絶対飲んだ方がいいですからね、はいということであ、まだ来ますね。ツイッターでも沖縄もんちっちさんですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。タレ派ですか塩派ですか私はタレが好きですと。あ、鶏もも肉ね。
僕はね基本的にね焼くのも好きですけど、うん、煮ますね。だからこの煮る昆布だしとかでずっとひたすら煮込んでポン酢とかで食います。ああ、なるほど。レタスとポン酢とか。焼き鳥の場合だとどっちが多い？完全にタレ。タレ？完全にタレ。あ、そうなんだ。あ、タレのうまさは分かってない。あれはもう店の良さが出ますからね。まあタレによってまた味が変わるっていうのもある感じ。そう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 。あ、でも俺も大体塩なんだけどな、焼き鳥は。そうなんですよ。ということで、まあ、はい、鶏もも肉の話をひたすらしましたけれども、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ続いては、早速コーナーの方に行きたいと思いますけど、大丈夫ですか？ちょっとお待ちください。いいですよ。何か。はい、行きましょう。大丈夫ですか？はい。はい、じゃあそれでは行きましょう。はい、応募しないとイエーイ！始まりました。ホワイトボード、ましたカモン。ということで、はい、応募しないとの時間ですね。はい、応募しないとのコーナー。何これ、今日は何なの今日は。いや、今日はもう冒頭からずっと言ってるように、はい、タクシー川柳となっております。なので、タクシーにまつわる五七五。なんか優勝の、なんかあれないの？ありますよ、景品。ですね、最優秀賞1名様にクオカード5000円分。おお、いいね。はい、で優秀賞が5名様、クオカード2000円分で、入選が5名、クオカード1000円分となっております。まあちょっと金額は低めなんですけれども、うん、まあもしかすると低いからみんなが応募しないんじゃないかなというちょっと穴をつきました。おうおうおう。でここでちょっとかっさらって、まあ僕たちの賞金をゲットしようというコーナーになっております。でちょっと今回ですね、あの前回大会とかのちょっと例題の分がちょっと載ってないんで、だからもう我々ピーチキャスルと、あと聞いてるリスナーさんで、まあタクシーの川柳五七五ですねをどしどしと、うん、まあ発表していくという形になります。ね、まあうちなんちはね、タクシーよく使うと思いますから、結構タクシーに乗っててのあるあるとか、まあちょっといいこと嫌なこと、まああると思いますので、それをちょっと五七五という川柳に乗せて行きたいと思いますので、ツイキャスご覧の方も、タクシーにまつわる五七五を送ってください。お願いします、はい、お願いします。これは毎回毎回スタッフさんがちゃんとメモを取って、うん、もうそのまでパソコンにカタカタカタって打ってピューンって送ってるんですよ。おう。で、まあ応募締め切って、まあ何週間後ぐらいしたら多分連絡来ると思うんですけれども、うん、もし連絡が来なかった場合は残念ながら落選という、なるほど、はい、システムになっておりますので、よろしくお願いします。なんか、ほうほうほう、はいはいはい、スラスラーと、まあ、書くのも、よろしい。タクシーってでも、そっか、でもそんなみんな自家用車が結構あるからな。タクシーよりかはどっちかといったらもう代行とかの方が主流になってるのかな。なるほどね。でもまあ、あ、じゃあ僕まず行きましょうかね。うん、いいですよ。はい、行きましょう。ピーチキャッスル前城でタクシー川柳です。どうぞ。近くても歩かず乗るよ、うちなんちゅ。あー、なるほどね。はい、タクシー川柳ね。これ、あ、でも全国版だろ。全国版だからちょっと沖縄風を取り入れたらまあちょっと入選かなんかにも早いかな。あ、じゃあ沖縄人のところ、うん、あ、もう沖縄人がいるかな。うちなんちゅってしたら分からないのかな。だから沖縄人って書いてて下に括弧でうちなんちゅって書くと、ほうってやったらまあいいかなと思ったけど、なんかよく CM でもあるじゃないですか、沖縄県民動かなさすぎ歩かなさすぎっていう、1キロ減らす運動っていう、まあまあまあという、はい、出しました。近くても歩かず乗るよ、うちなんちゅ。はい、いい感じですか、戸原さん。はい、あ、まあ結構スラ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 進んでますね。ぜひぜひツイキャスをお聞きの方も、参加してください。まあ、うん、どうなんだろうな、こういう簡単なやつがいいのかな。まあまあ分かりやすいやつ。あ、じゃあ、はい、いいんじゃないですか。できましたか。はい、じゃあそれでは行きましょう。ピーチキャッスルトーバルでタクシー川柳です。どうぞ。おじさんは目的地を過ぎ去るよ。あるあるだ。なんか分かるやつさ。分かるやつさ、それ。分からん。じゃあこれ沖縄だけかな。
沖縄だけでよ、でよ、うん、目的地過ぎ去って、うん、タクシーのメーター上がるやし、うん、そのままピンって止めんの分かる、分かる、一旦上がるの待ちしてるだろお前、いやいやいや5メーター手前だから分かりやすさ、分かりやすさ、あ、おじさんおじさんここここって言って、うん、えって言ってブンブン過ぎて、あーこっちだったピー、あ、じゃあはい680円ね、いや上がってるおじさんっていうパターン、あー、まああるな、ということでちょっといろんなのも来てますんでちょっと読んでいきたいと思います。はい、じゃあちょっといきますね。はい、お前ちょっとその間考えといていいですか、ね、ああいいですよいいですよ、いきます。じゃあ、はい、ツイッターネーム沖縄もんちっちさんからの投稿です。沖縄もんちっちさんでタクシー川柳です、どうぞ。来てほしい時に限って通らない。ああ、なるほどね、来てほしい時に限って通らない、ありますね、わかるこれ、うん、マジでわかるやつ、あるあるある、雨が降ってる時とかね、あーあるある、マジわかるやつだそれ、うん、いつも日頃は、いやビュンビュン通ってるやし、うん、と思ってんのに、いざちょっと自分で居酒屋終わって帰ろうかなって大通りパッて出たら死に静かばたわかるわかるわかる、あれ、はいやタクシー、え、通る、あるやつそれじゃあ続いていきます。はい、ツイッターネームゆうかうさんからの投稿です。はい、ありがとうございます。ゆうかうさんでタクシー川柳です、どうぞ。立っているだけで勝手にドア開ける。おお、うまい、なんかちょっと陰踏んでる感じがある。立っているだけで勝手にドア開ける、あー、あるねこれ。あ、じゃあ続いていきますよ。はいはい、ツイッターネーム沖縄もんちっちさんからの投稿です。はい、沖縄もんちっちさんでタクシー川柳です、どうぞ。冷房が効きすぎきつい鼻すする。おお、 あるねいいね、あれなんか、え、ちょっとリスナーさんの川柳がちょっとグッとレベル上がってきてない？いやいやみんなねいやなんか俺これ取れるよ取れるよ、みんなで取るよタクシー川柳。確かにね、なんか急にタクシーに入った瞬間にうわ寒っってなる時あるからな、うん、ほう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 、なるほど。じゃあ、僕、はい、行きたいと思います。お願いします。はい、ピーチキャッスル前城でタクシー川柳です、どうぞ。パッシング土日の夜は無視される。あなんかあの道とか出たらタクシータクシーって言ったらもうパチパチパチってパッシングされて、あーダメなんだ、ブーンって無視されるっていう。だいたい1時2時頃の居酒屋の外の国体道路とかゴーパチはもう止まらん。あとよ、クラクション鳴らすのあれやめてほしいんだけど。あ、パッて、うん、あ、何の意味で鳴らしてんのかな。いや乗るかって意味じゃないば。あ、だるば、うん、定義失礼じゃんば。バーって、うん、って言って、うん、ちょっとスローになるのかな。わかる、寄ってくるんだろ、うん、スーって、うんうん、何みたいな。で、ガチャって開けた、乗るの。いや、乗るかや。のガッじゃないわ。ブルルっていくやつだな。じゃあ続いていきます。ツイッターネーム、はい、みすず石峰さんからの投稿です。はい、みすずさんでタクシー川柳です、どうぞ。手を上げて密室乗ると汗臭い。ええ、まあタクシーに乗るとってことですよね。密室でタクシーに乗ると汗臭い、これは、うん、夏場のタクシーはやばい時がありますよね、早く到着してと心の底から思った経験がありましたと。あ、なるほど、これってどちらの、あ、なるほど、運転手さんがちょっとなるほどパフュってるってことですよね。うん、あ、はいはい夏場のタクシー、高校の前とかも。あ、でもね、このツイッターね、うちいさんがね、はい、あれ送ってきてますよ。あ、そうなんですか、うん、ちょっと読んでみます。あ、いいですよ、はい、はい、じゃあツイッターネームちーさんでタクシー川柳です、どうぞ。タクシーは乗りたいときは通らない。だから前城さんとちょっと一緒な感じなんですよね。ああ、なるほどなるほど、はい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 、なるほどね。じゃあ続いていきます。はい、リーママさんの投稿ですね。はい、リーママさんでタクシー川柳です、どうぞ。目的地ついても降りずユンタク。ああ、そうか、 すごく異質な方ですね。異質な方というのお前。いや、タクシーの運転手さんとはあまり、着いたらもうすぐお金終わってもう終わるけどね、うん、俺、そんなユンタクするんだ。あ、女の子だ
女の子には優しいからな、タクシーの運転手。ああ、わかる。女の子にマジで優しいと思います。代行の運転手とタクシーの。わかるわ、それ。DJ 優しいよな。マジわかる。みんななんか行きつけっていうか、なんか、この、うん、自分の専属の人がいるみたいな感じもあるよな。わかるわかるわかる。なんか、あ、おじさんまた会ったね、久しぶりだねってなんか話したら、おいおい、あんたこの前のなんとかでしょ、あ、いいよいいよ、はい、乗って乗って。近いけど大丈夫って言って、いいよどこまでねって言ってブーンって乗っていったら、俺も一緒にいるんだよ、乗ってて、そして終わったらなんか520円ですとかなったら、あーいいよいいよ、もうお前結構遠いところまで送ったから今回サービスするさって。いやマジない、あるのそんなの。いやマジない、そんなのあるの。お前一回絶対抱いてるだろと思って。やめろお前抱いてんのそれ、抱いてんのタクシーの運転さん、うん、わかんないですけれども、うん、じゃあ、ちょっと隙間に僕行きたいと思います。ピーチキャッスル前城でタクシー川柳です。どうぞ。酔いすぎて車内で爆発終わってる。いや終わってるじゃねヌーが爆発したば。いや多分これはね、ゲロンパルールゲロンランって多分じゃないわルールゲお前ゲロンパって多分急にお前ディスコチューンを流しくんないやいやいや、あのタクシーの運転手さんで結構運転が荒い人いるでしょまあ飲みすぎてしまう俺たちも俺たちなんだけど、なんかもう邪険に扱うではないけど、なんかおじさん、あっち、山内の蔦屋の方までお願いって言ったら、あえてお客さん飲みすぎてないねって言って、いや大丈夫ですよ全然大丈夫ですよとか言ってたら、うん、めっちゃ急発進するわけよ、ボーンって、おう、でうわってなって俺後ろになるし、おっしゃもうちょっとゆっくりでいいですよって言ったら、もうどん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 俺気分悪くなってきて、キーとかだろ、そうそうそう、進行止まる時も急ブレーキキーとか、いやいやいや何俺を吐かそうと思ってるああなるほど、そっちがその気だったらそれ吐いてやるよと思って、いやいやいや吐くなお前、おじさんやばいです、ちょっと気分悪いで吐きそうです、ちょっと待って窓開けて窓って、その窓からおろろ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 ろ、じゃあ続いていきますね終わってる、ツイッターネームテントを頑張ろう会さんからの投稿です。来ましたか、はい、じゃあテントを頑張ろう会でタクシー川柳です。どうぞ。客待ちの列でケーキを押し量り。ほう、なんか深そう。なるほど、どういう意味、これなんか漢字使われてる、これはね、だから客待ちですよ、客待ちの列よ、これは県外ですよね、県外の話、タクシー乗り場に待つじゃないですか、あーはいはいはい、はい、でどれくらい列が長いかで、うん、ケーキを押し量るという、ケーキを押し量り、この世の中のケーキね、そう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 、あー俺あの映画何だったかな、すっごいなんか弾けてる映画、何だったっけあれ、は広末涼子が出てるの、あーバブルエゴ、バブルエゴだ、うん、バブルへゴーの時のタクシー乗り場の人たちの、あ、1万円札、そう、うわピラ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 ってやって、いやこっちこっち、あれマジなんだろ、あれ本当にあったのかよ、らしいぜ、マジだったらしいぜ、怖さよ、うん、ビビるけど、タクシー乗り場であんな2、3万とか、そりゃお前そりゃバブル弾けるわマジで、いやいいな、そんな時代あったんだな本当に、ちょっと別なんですけど、はい、ツイッターネームみすず石峰さんですね、はいはい、ありがとうございます。確かに近くても乗りますね、私熊本行った時に場所が分からずタクシー乗っておじさんに聞いたら、うん、思いのほか近くておじさんに、うん、えって顔されました、あーあるねー、それはね、まあ、その初めて行った地域の土地勘とかが分からなかったらはよくあるけどもまあまあしょうがないですよ、それは全然いいことです、ね、うん、タクシーね、はい、まあでもタクシー沖縄は乗らなくなってても、おーっと、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、まあギャラリーの方が今ね差し入れを持ってきてくれましたって言ってますけど、この方はこう行っていいのかな、行っていいの、OK ですか、あのね、はい、ギャラリーで今見に来てくれて差し入れ持ってきた方なんですけど、はいはい、この人タクシー運転手なんですよ川柳急に来てるやし、いやエコタクシーデイジ聞いてるんだよ な, 3な31さんでしたっけ、いや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 、このタクシー運転手ね、ありがとうございます、いい人もいるけどね、車に怖い人もいるからよ、タクシー運転手今みたいなね、タクシー運転手いい人も本当にいるんで、いやいい人ばっかりですよ、そうですね、たまにね、たまにね、はい、
クソみたいなやつがいるから、やめとけお前。たまじゃねえ、大概はいい人ですよ、うん、もう今の差し入れもいい人ですから、もちろんもちろんね、はいはいはい、もう一部の人だけっていうことですよ。芸人でもいるじゃないですか、みんないいけど、うん、クソみたいな芸人もいるし、あ、癖の強い人もいるし、うん、そういうことですよ。あんまり関わりたくない先輩もいるし、そう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 、そういうことなんですよ、うん、おーっと見てください、あ、お客さん見てください、僕たちの目の前で差し入れをしたタクシー運転手がお客さんを乗せていきましたよおっと、これは素晴らしい、素晴らしいことが起きました。さあ、じゃあそれでは夜勤頑張ってください。 ありがとうございます。すごい、僕たちのラジオ聞いててお客さんを目の前で乗せていきました。これすごいね。いやもうどういうことよ。貢献できたんじゃないですか、ね、できましたかね。ちゃんと差し入れ分あのお客さんが乗ってくれたらいいけどね。それお願いしますけど、ちょっと待っとけお前。こんな事件が起きた後そんな川柳とか出せるかや。いやいやいや、出して出して出して。じゃあ行きますよ。はい、マシロさん行きますか。はい、はい、ピーチキャッスルマイシロでタクシー川柳です。どうぞ。ハマってるお母が K-POP 少女時代。どういうことかよ。ミスタータクシーです。やばい、ミスタータクシー、これはやばいよ、これはやばい、これはやばい、これはやばい。俺もぶっちゃけ手が震えてる。ちょちょ、なんでよ。いやー、別にいいやし、うん、お前は別にこんなの気に、じゃあこいお前は気にしないで一番いいタイプなんだよ。いいタイプか。一応でその後に、うん、お母が言った言葉が衝撃的だった。なになに。私も黄色と黒のドレスが欲しいって。キモー。あのユニフォーム。やったほうか、マジ変なドレス着るような、ピッチピチのやつね。だって僕たちがね、たまにコントとかで使うドレス欲しいなみたいな、コントのドレスなんか面白いのって言った時、だいたいこいつのお母のドレス使いますから。やばい、これコントやし。いやいや、コントじゃない、お母が昔使ってたやつだから、それ失礼よ。コントの衣装やし、マジで。鬼赤のレースがひらひらついてるドレスとか。じゃあ次いきますよ。ツイッターネーム、テントを頑張ろう会さんからの投稿です。はい、テントを頑張ろう会でタクシー川柳です。どうぞ。酔っ払い道案内も千鳥足。どういうこと、タクシー関係ある、これ。これはですね、うん、サラリーマン川柳の方だったんじゃないですかね、もしかすると。サラリーマン川柳わかんないっぽいかも。タクシー感がちょっと、ね、はい、いきますよ。続いて、はい、ツイッターネーム、沖縄モンチッチさんからの投稿ですね。はい、沖縄モンチッチでタクシー川柳です。どうぞ。空車だと思ってあげた手を下げる。あー、あー、なるほど、ね、ほうほうほう、はい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 、ありますね、ありますね。ほうほうほう。じゃあなんかもう最後に一発パスンといって川柳締めましょうかね。これもうめちゃめちゃ来てますね。あ、そうなんですか。ようやく俺たちにもこの川柳が来るようになったよ。あ、出しやすいのかな。いやいやいや、このあれですよ、やっぱこう長年続けてきた経験ですよ。このゼロ投稿からね、はいはい、もう今読み切れんぐらい来てるから。わあ、じゃあすいませんね、なるべく読みたいんですけれども、はい、チョイスして一応読んでいきます。なるべく読めるようにしていきますね、はい、続いていきます。ツイッターね、沖縄モンチッチさんからの投稿ですね。はい、沖縄モンチッチさんでタクシー川柳です。どうぞ。乗るときに見比べている値段の差。おお、なるほど。あ、最初の表示価格のやつかな。ほうほうほう、なるほどね。スタート450円なのか510円なのか。ああ、はいはい、はい、続いていきます。ツイッターネーム、ジョンさんからの投稿です。はい、ジョンさんでタクシー川柳です。どうぞ。タクシーの新車にこだわり乗り分ける。あるー、これわかるー、わかるー。俺ね、プリウスしか乗らんもん。わかる、その気持ちは。プリウスが増えてるから。わかる、あ、わかるな、これ。プリウス、マジすごく時代が変わったなと思う。わかる、それ。うん、昔はね、赤とかのシートがこの、そうそう、なんかビニールのやつで覆われてる、真っ赤のね、コンフォートとかが、コンフォート主流だったのに。うん、はあ、だって俺今まで乗ったタクシーの中でめっちゃウケたのがあって、うん、おじさんお願いしますってタクシー乗るさ、そしたらなんかずっとハザードがついてるわけよ。カッチャッカッチャッカッチャッって、あれ、うん、おじさん何ですか、ハザード消さないんですかって言ったら、あ、ごめん、ちょっとこれやりてよ、真ん中の方にちょっと座ってほしいって言われて、シートの真ん中に座ったらハザードが消えるわよ。やばっ。いや俺びっくりしてました。やりてよって言ったわけ。やりてよって、ごめんなさい、どういう意味ですか。あ、ちょっとこれ壊れてて、沖縄の方言でね、そうそう、やんりてよ、やんりてよっていうことで。もうデイジマイバとかなさそうやし。そう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 。あれ捨てた、あのキャメル、キャメルね。昔は喫煙バンナイ捨てたからな。キャメル、あ、今は禁煙車になってますけど、タクシーはみんな、
いや受けたな、あのタクシーは。ごめんね、ちょっとやんりてよ、真ん中の方に座ってこなって、座った瞬間にハザードが消えるという、どういう配線の仕組みになってんのかなと思ってたからね。いや、じゃあもうラスト1個じゃないですかね。もうそろそろ、はい、まあ、ちょっと待ってくださいよ。はい、いいですよいいですよ、全然全然待ちます。じゃあ次の曲を僕は探すということで。いやー、あのおじさん元気でやってるかな。俺が三郷工業の時のタクシーだったから。なるほどね。そうそう、高校あるあるでもあるよ、タクシー乗り合わせて登校するっていうの。近場だったらないけど、うん、小坂とかそういう遠いとこだったら乗り合わせてくるよ結構、うん、できましたか。ちょっと待ってくださいよ。はい、うん、ちょっとまあいろいろありますけれども、それ以外でちょっとお願いします。それ以外ですか、うん、ああ、じゃあ僕行きます、うん、行きますか。じゃあ、はい、じゃあ、行きましょう、ピーチキャッスル前城でタクシー川柳です、どうぞ。たまにいる無線の喋り癖がある。タクシーね、たまにいるよね、全然聞き取れない無線のやり取りとかしてるときあるんだよな。5分どうぞ10分どうぞ13分41秒です。え、どこに行けって聞けたって僕は取りだ、聞き取れないよ。聞き取れないよ。オッケーオッケー、行きますよ。はい、行きますか。これ狙えるんじゃない。はい、行きましょう、うん、じゃあピーチキャッスルトーバルでタクシー川柳です、どうぞ。低燃費プリウスよりかコンフォート。いや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 、確かに低燃費、まあガス車だからかもしれんけど、ね、お前コンフォートの方がプリウスより絶対低燃費だぜでももう形がな、ガスだからね、あれガスガスだからな、うん、ガス車だからまあまあいいや、まだありますのでギリギリまでじゃあ呼んでいきますか。一旦 CM 挟まないといけない。じゃあ分かりました。はい、お願いします。じゃあちょっと、じゃあ曲行かないで CM 行きますか。わかりました、はい、じゃあすいません、じゃあ以上応募しないとのコーナーでした。やばい、多いな、送っても送ってもどんどん来るね。すいません、はい、でもいや、いいよいいよ、まあ、抜粋していいですよ本当に。一応ね、なんではないけど、いやもう全部振ろう。いや、皆さんがなんか、ね、あ、いいなとか思ってるやつ、ね、そうですね、全然そちらでフィルターかけてもらってもいいですか。もう俺はこの、じゃあ分かりました、毎回僕が最後締めますよ絶対にね。どういう意味、最後の一発の締めは絶対僕で締めますからね。え、本当にこれそれが50分手前ぐらいの目安でいかないと多分あれです。線量は非常に難しいですからね、出る時と出ない時の差がね、ハマったらちょっと時間忘れるよね。忘れますね、これ危ないです、ちょっと時間見ながらで。さあ、いやでもね、要はコーナーが盛り上がってきた証拠でございますよ。すごい、皆さんの身の回りにある分かりやすい線量がいいのでしょうか。いいですねカメラ合わせました。あっつい、めっちゃ喋ってるけど。タクシーね、今何名見てんの。まあ12名とか11名を行き来してますよ。すごい、ありがとうございます。吉本沖縄超若手芸人のラジオです。見てみてください、見てみてください。すごいね、タクシーの人聞いてて差し入れなんて。いやー、ありがたいですよ本当に。だからもう毎週聞いてるみたい、あ、ま、毎回毎日聞いてるみたいですよ。うんうん、この弱い人で。さあ、ということで、はい、あっという間の1時間わー、やばいですよ。はい、残すところあと2分弱い、はい、ということでギリギリまで読みますか。はい、いいですよ、ツイッターね、もうジョンさんですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。乗り込んで、うたた寝してたら料金倍ということで、次々まして、はい、沖縄モンチッチさんですね、ありがとうございます、はい、バスよりも速さで選ぶ、仕方なく。なるほど、なるほど、そりゃそうですね。うん、ありがとうございます。そしてですね、はい、ツイッターね、もチロル2さんですね。チロル2さん、あ、初めてじゃないですかね。そうですよね、うん、はい、タクシーは違反をしても捕まらないいやいやいや、同じく、チロル2さん、タクシーが車で歩こうついちゃった、あるある、これあるね。ツイッターネーム沖縄モンチッチさんですね、
そば通るタクシー廃棄マジに酔う。あ、はい、あ、まあ、それはバスの方が若干いいかな。バスの廃棄の方がということで、じゃあ、はい、今日からですね、はい、無茶ぶりのコーナーでございまして、はい、チロール2さんがですね今日初めてなので、はい、前城さんにですね、はい、初めてのちょっとご挨拶をしていただきたいなと思います。はい、初めてのご挨拶をちょっとエコー付きでちょっとよろしくお願いします。はい、チロール2さんに、はい、チロール2さんに、ということでチロール2さん、はじめまして。はじめましてさえも言えなかった。どうも、元気100倍ピーチキャッスル前城です。気持ち悪いよ、これはひどい。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 そしてねえをかけるな、曲を。これ毎回やりますからね。怖っ、お前。俺も川柳で俺ビシッと締めるというハードルを自分に課したことによって、いや、初めましての、あれはもう前城さんに、まああれでもいいですよ、二人でやってもいいですよ、二人でやってもいいですよ。僕今二人でっていうか、なんか決め技みたいなね。あ、そうですね、そうやってみましょう。僕今立ち上がりやすい。そしたらね、また来たんですよ。ツイッターネーム奈良さんですね、ありがとうございます。奈良さん、川柳ではないけど来週はるはる北海道から沖縄行きます、楽しみで。ありがとうございます。遊びに来てください。劇場に遊びに来てくださいね、はい、ぜひとも時間があれば飲みに行きましょう。ビーチ化すると言いますので、もよろしくお願いします。チロル2さんもありがとうございます。ファンになりましたということで、皆さんメッセージ読めるだけ読みましたけど、読めない方申し訳ございません。来週もお願いします。はい、はい、ありがとうございます。最後あれ言った方がいいね、あのビーチキャッスルでしたって、ビーチキャッスルの前城とビーチキャッスルトーバルでしたって言って終わりましょうよ。あれはもう先週もあれだったから、このギリギリで言えるから、ラスト2秒とかでも言えるから、うん、でもこれ多分な、ラスト5秒でもフェードアウトしてるんでしたっけ。今日はもう探す、そう探す、あ、そうなんだ。マイクが入ってないの。なるほど、5秒残しぐらいで言ったら、なるほど、じゃあ10秒前ぐらいで言わないといけないんだ。じゃあお願いしますよ。オッケーオッケー、さん、はい、ありがとうございました。皆さん、今日も見てくれてありがとうございます。ボー、いや、最後のはマジビビってさあ、皆さんね、来週も川柳やりますんで、ぜひぜひね、応募してほしいなと思います。よろしくお願いします。究極のブレ玉が来たかなと思った。はい。いや、取れない、取れないと思ったの。ナックルボールが、うん、いやまあね、12名とか見てますし、川柳、はい、もたくさん来てるでしょ。なるほど。でね、初めての方も結構いるわけよ。だからやっぱりね、初めての方にはやっぱりこの初めましての挨拶、初めましてのね、この足富まなみのウェルカムライカムメンソーレを、マーミーにちょっとウェルカムライカムメンソーレ使っていいか聞け、お前。同級生だろ。いや、同級生だよ。マーミーに電話しよう。いや、マーミーに電話は多分今多分もう寝てる。うん、オッケーオッケーオッケー。マーミーにちょっとウェルカムライカムメンソーレ使っていいか。多分俺ですよ、あれはもうラジダブで特許申請されてる。やめなさい。じゃあ、舞城さんがちょっと作ってくださいよ。あ、なるほど。はじめましてって言って、うん、この言うやつね。なるほど。あ、なるほどね。はいはい。で、大喜利も、大喜利じゃないですね、川柳もね、毎回僕がちょっと最後の最後を1個出しますから。はい。はい、ということで、ツイッターネーム、ナナさんもピーチさんを応援します。後できちんと調べておきます。